平野紫仕様、ジャニーズ仲間との交流を明かすインスタライブ。ジャニーズ事務所の最新情報も含め、彼の魅力をご紹介。日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーである平野仕様が、2023年8月30日に行ったインスタライブが話題をさらいました。この配信で、シクストーンズの森本慎太郎や、キンプリの高橋山、 シユうの名前が上がり、ジャニーズ事務所の情勢が大きな注目を浴びました。一方で、同日、ジャニーズ事務所を巡る出来事も報道され、その背後に何があるのか、平野仕様の言葉が明かすものは何なのでしょうか。この記事では、平野仕様のインスタライブでのエピソードや、ジャニーズ事務所についての背景に迫ります。第一章、ジャニーズ祭りの幕だけ。 8月30日、平野耀は自身のインスタライブに登場し、シクストーンズの森本慎太郎、金プリの高橋山、岸優太といった仲間たちの名前を挙げました。これにより、ジャニーズのファンたちは、ジャニーズ祭りの幕開けを感じ、興奮の渦に巻き込まれました。一方で、ジャニーズ事務所を取り巻く出来事が報道され、その影響を受けているのか、 平野の言葉にはどのような意味が込められていたのでしょうか。第2章、性加害問題と退任勧告。同じく8月29日、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の性加害問題に関する再発防止特別チームが会見を行い、性加害が認定されたと報告し、ジュリー氏への退任勧告も行いました。 この出来事はジャニーズ事務所の歴史において重大な局面となり多くのメディアが取り上げました。平野紫耀はこの背後に何を感じているのでしょうかジャニーズ事務所にとっての新たな展開に対して彼はどのような立場を取っているのかその言葉を解読します。第3章インスタライブの盛り上がり平野紫耀のインスタライブは ファンからの熱狂的なサポートを受けました。彼はファンのコメントに積極的に反応し、質問にも率直に答えました。その中で、俳優の横浜流れ星がサプライズ登場し、視聴者を驚かせました。このショーでは、なぜ平野のインスタライブが大盛況となったのか、その秘密に迫ります。第4章、優しい平野仕様。平野仕様はインスタライブで、 金プリのメンバーである高橋山が冷水したエピソードを語りました。高橋を置いて帰ることなく、平野は彼を助け、家まで送ったというエピソードはファンに感動を与えました。一方で、シクストーンズの森本慎太郎との共演未遂も話題となりました。森本からの電話に対する平野の反応はどのようなものだったのか、そして仲間たちとの絆を示すエピソードに迫ります。 第5章、ドラマ、クロサギの舞台裏。平野紫耀は、ドラマ、クロサギの撮影時に1日5食食べていたにもかかわらず、体重が激減した経験を告白しました。また、同ドラマの主題歌であるキンプリの、月読み、お口ずさんだり、在籍当時の思い出を振り返りました。ジャニーズ事務所に対する危機的な状況とは裏腹に、 平野は笑顔で仲間たちとの交流や思い出を語り、ファンを励ましました。結論。平野仕様のインスタライブは、ジャニーズ事務所に関する出来事と密接に結びついています。彼はファンに対して優しさと絆を示し、ジャニーズの仲間たちとの交流を大切にしています。 今後も平野のインスタライブが行われることでしょうが、どのような話題が飛び出すのか、その展開に注目が集まります。ジャニーズファンとして、平野仕様の明るいエールが心温まる瞬間となりました。